おはようございます。今日恵比寿の練習走行ですね。明日が担当で、明後日が追走。違います。両方あります。間違えましたね。ラウンド何かは分かんないけど、土曜日がラウンド何かで、日曜日もラウンド何かで。ラウンド4と5ですかね。ああ、なるほど。これね、恵比寿嫌いないよな。恵比寿嫌いですよね、岩井さん。知ってる。なんだろうね。まあ、1年に1回しか来んけんかな。まあ、ちょっとシミュレーターで練習はしましたけど ね、もっと長い期間できればよかったけど、ちょっとなんか一夜漬け的な感じになったんで、はい、あどうかな。ちょっとまあさ、自分自身で実験するっていう、そうですね、本当に体感できるぐらい変わるとかっていう、それの実験にもなるんで、はい、まあ、楽しみにしましょう。はい、多分審査員と解説の人が一番辛いんだろうな。多分60になった時に監督その時にあんなことやったんだ。おはようございます。もう撮った、うん、あ、おはようございます。今日2日目ですね。2日目でございます。昨日が単走8位で8番なんで2回言ったのか分からない。今日はどうなるかね、ほんと。まあでもね、なるようにしかならないんで、まあ、今日も優勝で8番だったのに7個あげるかと。頑張りましょう。いや、2本目さ、2速に4から2に遅くんだけど、はい、4から4に入ったと思って4から4、あ、同じとこに入れてしまったと思ったけど、実は入ってたみたいで、でもう1回やって、で忙しかった。で、あ、点下がったなと思って帰ってきて、ドミエさんに点聞いたら97.9 でした。まさかの伸びた。伸びている。そうってなって、うん、自分が一番驚いた。そんな感想で、あとは結果待ち。はい、まあ、今は5位です。はい、幸せです。はい、初バンクいかがですか。初バンクいかがですか。いかがですか。見た目。